I'm not
乙女の青春中です。はい、はい、7期生ねねです。あ、すいません。7期生なおです。7期生みくるです。7期生いおです。あ、そして今日はなんと8期生のお披露目があります。待ってました。では順番に自己紹介してもらいましょう。お願いします。8期生のいちごミルク担当アイです。お願いします。8期生チューリップレッド担当のルアです。お願いします。8期生ソライラ担当のユハチです。よろしくお願いします。8期生パステルブルー担当サキです。よろしくお願いします。8期生プリンセスピンク担当のヒメタンです。よろしくお願いします。今日はね、この8期生のお披露目の SGR となりますので、はい、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ここまで、今までやった曲の紹介します。1曲目が、虹のコンキスタドールさんのトライアングルドリーマーで、2曲目がベビークレオンの GG ファンタジー、3曲目が、SK48 さんの狼とプライド、4曲目が、乃木坂46の、ガールズルールでした。はい、ここまではね、7期生の4人の曲が2つと、私たち2人でやった曲が1曲と、あとね、8期生の一部の子と7期でやった曲が1曲あるんですが、これでお披露目が終わると思いますか？あれ？ないね。はい、じゃあ、ゆめちのお披露目といえば、ハッシュタグ好きなんだを、ね、やろうと思うんですけど、もうすぐ最後の曲になるんですけど、皆さん準備はいいですか？はい、そうですね。もうちょっとお願いします。じゃあ準備に移りましょう、皆さん。
以上、夢見の乙女の青春中でした。ありがとうございました。ビンボ入りたんです。かわいいよ、かわいいよ、かわいいよ。ちょっと待って、なるほど、かわいいよ。前になかったからびっくりした。